性能鉄道 DD40 系ディーゼル機関車は、性能鉄道市境線で運用されているディーゼル機関車である。2012年現在、2両が在籍する。性能鉄道が自社発注したセンターキャブのディーゼル機関車で、三菱重工業製である。DD40 型は、自長40トンのディーゼル機関車という意味である。3両が導入されているが、DD401 と、 他の2両とでは大きく異なり、動力伝達方式は DD401 は機械式であり、402.2403は液体式である。1964年に導入された性能鉄道で最初のディーゼル機関車である。動力伝達方式が機械式になったのは入れ替え作業を主体にするためと現場の意見を参考にしたためという。 DD401 により従来の蒸気機関車2100系の一両が廃車になるが蒸気機関車の全廃は1966年の DD102 系の導入によってである。1991年3月31日で重計一両の導入により廃車となった。解体され現存しない。DD402DD402.403 は同系機であり。 DD402 は1969年、DD403 は1972年に導入された。動力伝達方式は液体式となり、出力も 520PES と向上している。現在も性能鉄道の主力機関車として使用されている。ありがとうございます。